じゃあ、こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3連戦振り返るの時間です。あっという間に来るね、この時間はねえ、まあな、なんかね、順調に進んでいるようですが、はい、ちょっと天候がね、梅雨もあったり、夏前のね、いや、雨だけだったらいいんだけどさ、風も強いね、なんかね、今日とかもなんか急に、いや、相当強かったよ、今日朝はそうでもなかったのに、みたいな感じで、うん、まあそうだね、うん、で、降ったりやんだりするしな、そう、裏返ったりいろいろして大変でした。まあそれは選手は大変だわ。そう、で、そんな中ね、試合あるのかななんて思ってたら、お外の試合もあったりしてね。まあまあそうだね、うん、まあ順調には紹介したけど、ヤクルト阪神戦だけがね、まあ1試合、雨で中止になったということでね、うん、はい、いきますよ。乾杯のちいちゃん、はい、いいですか。はい、はい、いいですよ。よろしくね。お願いします。はい。はい、それではセ・リーグと。はい、こうなりました。こうなりました。はい。巨人と広島は巨人が2勝1敗の勝ち越し。はい、ヤクルト、阪神はヤクルトが2勝。はい、で、1試合なかったので、それだけですね。うん、はい、中日と DeNA は DeNA が2勝1敗の勝ち越しでした。はい。はい、まずは巨人、広島からね。うん、戸郷、グリフィン、菅野。はい、で広島は床田、大瀬良、玉村ということでね、1試合目は3対2巨人、うん、まあこの試合はね、広島が先制をする、はい、まあ堂林がね5回ソロホームランで先制という、うん、やっぱ堂林のホームランっていうのはすごく綺麗だね。綺麗、なんかね、本当に振り抜けるっていう、まあ、そんななんかこう綺麗なホームランを打つ、ゲームに対してどうとかいう前に前にいや、すごいなと思ってさ、いつもそう思うんだよ。綺麗なホームラン、綺麗なホームランを打つなと思って、うん、しかしその裏、はい、5回裏、うん、吉川のタイムリー、はい、まあ、三塁打でね、うん、続くヘルナンデスが内野安打、ね、で、タイムリーということで、はい、まあすぐ逆転をするんだよね、うん、でそのまま試合が運べ、9回にバルドナードが出てくるんだけども、うん、まあ、ランナーサードから、まあ、ボール叩きつけて、ワイルドピッチで同点ということになるんだよね。だからここら辺がね、ジャイアンツがこうちょっとしっくりこないところかなっていうような、うんうん、まあ、そんな感じがするし、はい、まあ、しかし10回、うん、広島の攻撃、はい、ツーアウト1・3塁から、うん、まあ、上本がラインナップに入ってきてしぶとい働きをしてるんだけども、はい、まあ、マウンド上高梨の股間を抜けた、はい、ピッチャーの股間を抜けた、うんうん、で想像されるのはセンター前だよね、うん、これ吉川が本当によく取った ね。ああいうのってやっぱピッチャーって見えにくかったりすると難しかったりはしないんですか、うん、守備あの、ね、股間抜けるあたりが難しいっていうことはないんだけど、うん、あそこにあそこはピッチャーが取ってくれるというふうにある程度思ってるから、うん、あそこを股間を抜けてくるとはあんまり思ってないんだよね。まあ綺麗なヒットで抜けていくだろうなっていう想像はしてても、うん、股間抜けたみたいな、うん、でも吉川が本当に逆シングルで冷静にあの門脇にね、うん、まあ、スローしてあそこで1点取られたらこの試合は負けてたね多分、うん、でまあピンチをねしのいで、まあ、その裏丸がサヨナラホームランというね、そうね、流れそのままみたいな、ね、まあそのままだね、うん、でこの日丸がね、5打数4安打すごいですよね、うん、やっぱ丸が一番にいるから巨人もこの位置に入れるのかなっていうぐらいの働きを丸はしてくれてるね、うん、あね、これね最後栗林投手がね、そうなんだ、出てきて、はい、ホームランということで終わってしまいましたが、うん、だからまあ広島の方もちょっとね、うん、苦しいっちゃ苦しくなってきてんだよね、うん、まあ、中継ぎ陣がね、うんうん、それで巨人の方はちょっと抑え、はい、バルドナードが少しおかしくはなってきてるんだよね、うんうん、で中継ぎ陣もちょっと疲れを見せ始めてるというね、うんうん、まあそういう、なんていうの、こう流れになってきてるというかさ、うん、で2試合目、はい、2対1広島、はい、で大瀬良、うん、まあ見事だね、6回3分の1、はい、109球4安打、うん、3三振、うん、1四球の無失点というね、はい、それに対してグリフィン、うん、8回107球、うん、2安打12奪三振の
一つのデッドボール1失点ということで、すごいですね。いやグリフィンがねものすごく良くなったね。ただなんかこう援護点がないというかさ、うん、ね、でこの試合先制点を取ったのがやっぱ広島、うん、2回ワンアウト2塁から、はい、矢野がレフトへ先制のタイムリー、うん、見事にあの技ありだね。なるほど。うまく拾って打ったというようなそういう感じの当たりだったけども、うん、まあ、うまく打ったな、うん、で7回吉川ヒット、はい、でワンアウト後岡本がレフトへ2塁打でワンアウト2、3塁で、うん、まあ、ここでピッチャーを変えるんだよね大城に対して、うん、で堀江を持ってきた、はい、まあ、左対左ということで、うんうん、持ってきたんだよね、はい、でファーストゴロ、うん、でサードランナー吉川がこれギャンブルスタートしてないんだね、うん、何にも動かなかったんだよ、うん、で次に岸田なんだよね、はい、まあ、岸田もバッティングいいんだけど、うん、ここでギャンブルスタートなぜかけなかったんだろうなと思って、うん、単独サードだったら分かるんだよ、うん、2、3塁だったら得点圏にもう一人残るじゃない、うんうん、でセカンドからサードにも行けるじゃない、うん、サードランナーが走ったら、うん、だからなんで行かなかったのかなと思って、まあ一つ考えられることは、うん、キャッチャーのピックオフが左バッターの時にやりやすいということだよね。うーん、リードが狭くなるっていうことだよ。キャッチャーの監督さんだからっていうこともありますか。あるなあ、それはなあそういう、まあ、心理はあるな。だから左がぽっかり空いてるから見えやすいんだよね。うん、左対左で大城が立っててギャンブルスタート来るかどうか、だから走らせなかったのかもわからないけども、うん、それ以外はもう考えられない。あんまり考えられないね、うん、まあ、やっぱ動いていいとこだもんね、もうね、うん、7回だから、うん、それで、うん、ワンアウト、まあ、ツーアウトを取って、うん、ツーアウト目を取って、うん、次の岸田、うん、右に対して、うん、ピッチャー変えるんだよ。変わりますね、うんうん、ほんで堀江左でしょ、うん、そしたら森浦は左を持ってくるんだよ、うん、これはこれ面白いなと思って、新井監督なんで堀江じゃダメだったのかなと思って。なんかあるんでしょう、ね、いや、やっぱりね、堀江は力でいくけども、うん、森浦はね、キレとコントロールでいくんだよね、うんうん、だからそこら辺の違いで、あの変えたんだと思うんだけども、こんな贅沢な、まあ、使い方っていうか、いや、本当に ね、まあ、できるっていうのは森浦がものすごく成長したっていうことだよね、うん、で、岸田を三振にとって見事に、うん、いや、 やっぱコントロールのいい外のボールでね、まあ、素晴らしい系統を見せたんだよね、うんうん、ぴったりハマったっていう感じですか。まあそうだね、うん、で8回、はい、ツーアウト満塁、どっちでしょう、巨人、はい、ね、ツーアウト満塁、うん、ヘルナンデス、うん、同点内野安打、はい、ね、ね、まあ堂林が、よく止めたんだよね、うん、まあヘルナンデス広角に打ってくるバッターなんだけどもさ、うん、なんかこう右の方向に打ってくるっていうかさ、ファーストの方向に打ってくるってあんま想像しにくいんだけども、うん、やっぱりよく止めたって言った方がいいねこれ、うん、動画足が横飛びで止めたけど、うん、でボールはちょっと飛び出したような形になったけどね、あれ抜けたら2点だったからさ、うん、だからよく止めたなと思って、ね、うん、で9回、はい、バルドナードを持ってきたんだよね、はい、抑えシチュエーションではなかった1対1からだったんだけども、うん、まあ、持ってきて、まあ、菊池が勝ち越しのホームランという、あ、ちょっと泳ぎ気味の、うん、菊池のその打つ時ってちょっと泳ぎ気味で持っていくね、うん、前でやっぱ捉えて、まあ、非常にこう飛ぶポイントで捉えてるという、うん、でこの試合菊池がね攻守にね、はい、ものすごい元気だったんだ。ファインプレーも見せるし、はい、まあ見事だったよね、うんうん、ただ巨人も9回、まあ、粘るんだよ、はい、ランナー1、2塁から代打長のショートライナーとかね、はい、うん、まあ粘りは見せるんだけども、なんとなくやっぱこう点が取れないというか ね、まあそんな感じがしますね。でここでね最後代打で若林選手、うん、で終わっちゃうんだよね、ね、うん、ね、巨人に変わってきて、はい、はい、はい、ということですね。そうです、はい、で3試合目、うん、3対2巨人、はい、ね、これはね初回ね、うん、岡本がまあ今日誕生日だったんだ岡本がね、うん、で4番を
ちょっと打順を考えるかもわからないということを言ってたんだけど、阿部監督、まあ、4番でチャンスにねちょっと凡打するケースが多く見れて、うん、ちょっと負担を軽くしようかなっていうような感じで、うん、ちょっと考えたんだけど、今日も4番というスタートでね、はい、でまあ先制タイムリーを打ってくれるという、うんうん、で若林、はい、今日が初スタメン、そうで若林が、まあ、タイムリーを打つというね。で続く小林、うん、小林もタイムリーを打つと、うん、で初回で3点を取るんだよね、うん、まあ菅野、まあ、腰に不安があって投げる投手に対して、まあ、3点 の得点というのはすごく大きかったよね、うんうん、でその若林、はい、満塁の場面で2回、うん、ねえー、レフトの守備でファインプレーというね、うん、まあ吉川も、ファインプレーをしたりだとか、うん、結構守りがねしっかりしてきてるね、うんうん、で4回裏、はい、若林が三塁打、うん、門脇、うん、スクイズ失敗というね、フライになってしまいましたね、うん、まあ、3点からねずっとやっぱ点が取れてないから、うん、やっぱスクイズをやってても点が欲しかったのは分かるんだよね、うんうんうん、でこれはダブルプレーになっちゃいましたね。そうだな、ね、まあだけどなんて言うんだろうな、ちょっと門脇も自信をなくしてるな、バントとか。これは今シーズンということですか、の内容的に。そうだね、うん、だからなんかこう、うん、もっと自由にお前もお前が返せっていうぐらいの感じの方がいいのかなっていうふうに一瞬は思ったけどもね、うんうん、いろんなところに影響がね、出てきても、まあまあそうだね、まあそうだね、うん、で結局3点しか取れてないというね、うん、初回の3点、うん、まあ、スクイズで1点出しとけばまあまあの試合だったんだけども、やっぱこういう試合が絡んで3対2追い上げられて全部1点差っていうね、まあそうなんだよ、3試合ともね、そうなんだよ、だいたい1点差だもんね、うん、でねこの試合で中川が帰ってきた、はい、で中川大成ね、うん、で中川が1回13球1安打1四球1失点というね、うんうん、これをどう捉えるか、中川投手、中川幸太投手、そうそうそう、左のね、大勢って言わなかったの、いやいや大勢も帰ってきたから、あ、そういうことね、うん、で、はい、これ13球1安打1四球1失点ということで、うんうん、これをゲーム感が、うん、まだないからそうなのかっていうことで捉えていいのか、うん、それとも、まあ、落ちる、まあ、2軍にね落ちる前も、うん、まあ、ちょっと打たれたケースがあって、うん、その力がちょっと戻ってきてないのかって捉えるか、非常に微妙なんだけど、うん、ちょっとね表情を見てると、うん、投げられてる喜びというよりもやっぱここのポジションに戻ってきた苦しみっていうような、そういう表情が、うん、プレッシャーみたいな、うん、見て取れたんだよね、うん、いやだからちょっと心配だなって思うと、うん、思うのと、うん、反面大勢、はいはい、1回19球1安打2四球、うん、まあ無失点、まあ非常に苦しんだんだけどもさ、うん、まあ広島も苦しめたんだけども、うん、でも最後の弾け方っていうのを見てると、このピッチャーに関してはなんていうの、ああ慣れてきたら大丈夫かなっていう場にね、うん、まあ、久しぶりの登板だったからさ、うん、ちょっと力みもあって、うん、フォアボールもあったんだろうけども、うんうん、なんかこう、うん、帰ってきたぞみたいな、うん、そんな勢いは感じたんだよね。なるほど、うん、だからな、大勢が帰ってきたっていうのは大きいかもわからんけど、うん、中川はもうちょっと気持ちの整理というか、うん、強気に構えといた方がいいかなっていうような気はするけどね。なるほど、はい、まあ、ただ登板してるってことは、はい、それなりの調整ができたよっていうことで、まあ、うん、ただね巨人の理想なんだよね多分そのポジションがでも理想ってさ、なかなかそう現実的にはならないじゃない、うんうん、だからまあここら辺がちょっと、うん、悩みがちょっとあるかなっていうような、うん、出てくるかなっていうふうには思うね。なるほど、はい、ちょっとじゃあ今後もね注目しておきたいところですか。そうだね、うん、で、まあ、広島、はい、坂倉タイムリー、うん、この試合ではね、うん、で上本が内野ゴロの間に、まあ、2点を取るんだけどもさ、はい、広島もちょっとずつ打てなくなってきてるね。ちょっとそれと
栗林がやられたり、島内が点を取られたり、うん、まあこれしてるんで、うん、ちょっと心配かな、うん、ただ一人帰ってきたんだね、外国人で今日投げたコルミエルと、ああそうそうそう、はい、がまあ一枚加わったっていうのは、うん、まあ大きなねニュースだと思うよ、広島にとってはね。ね、だからやっぱこう接戦をものにしていかなきゃいけないから、うん、まあ、先発ピッチャーはもうゲームを作ってくれると信じて、やっぱ中継ぎ陣の整備はね、やっぱこれからもどんどんしていった方がいいかなっていうふうには思いました。はい、続いて、ヤクルト阪神、はい、1試合目が中止、うん、で2試合目から奥川サイスニード、うん、で阪神は伊藤将司西、うん、ね、でこの両チームっていうのはヤクルトは広島に対して大逆転負けを食らったんだよね、うんうん、ねえ、ちょっとレフトが突っ込んできてみたいな、うんうん、ねえ、そういうことがあって勝てる試合を落として松田で勝てないみたいな、うん、昇進で帰ってきた、うん、神宮に、うん、で阪神の方は甲子園でものすごいいい勝ち方をした、うん、打線がやっとつながって8点ぐらい取ったのかな、その試合意気揚々と神宮に入ってきた、はい、初戦雨なんだよねえ、うん、でヤクルトは移動ゲームで、うん、本当にちょっと疲れてたと思うんだよ、うん、雨で中止、それがどうなったかというと1試合目、はい、ね、6対1、うん、ヤクルト、うん、ね、初回、まあ、いきなり丸山にフォアボール、うん、宮本ヒット、オスナタイムリー二塁打、うん、村上の内野ゴロの間に2点目、はい、サンタナ犠牲フライでいきなりもう3点を取られるんだよね、うんうん、で一投らしくないんだよ、はい、全然、うん、まあ大体がフォアボールから始まるっていうのがやっぱ岡田監督としたら気に入らないだろうし、うん、やっぱこう伊藤ってコントロールのいいピッチャーだからね、はい、フォアボールからピンチがどんどん広がっていくっていうのはちょっと消せないんだよね。なるほど。で3回ヤクルトの攻撃で、うん、宮本がデッドボール、はい、うん、で小畑が捕球ミス、うん、オセラのセカンドゴロもね、はい、でワンアウト1・2塁、うん、から村上がヒット、うん、で満塁、ワンアウト満塁、はい、でサンタナがタイムリーヒット、うん、長岡がタイムリーヒットで2点、うんうん、でもういきなりもう5対0なんだよね、で5回には村上がソロホームランという、うん、まあ点の取れ方っていうのをさ、まあヤクルトらしく相手のフォアボールを絡めながらね、打線がつながって取っていくというね。でまあ阪神は本当にフォアボールとデッドボールと出たランナーがもうよく点になってんだよね、うん、だからまあエラー、その中でエラーも絡むし、だからその勢いがどこ行っちゃったのみたいな、ね、あんなにいい勝ち方をしてたのにっていうね、うんうんうん、だから中止が雨がやっぱ流れを変えたなっていう、そういうことですか、うん、それとやっぱ奥川だよね、うん、やっぱ勝ちを持ってるというかさ、5回87球2安打1三振3四球1つのデッドボール、うん、1失点というだけど、まあ奥川も3つのフォアボールと1つのデッドボールを出してんだけど、うん、そう点にはしないんだよ。ここがね、この数字だけ見るとあれってちょっとね、まあそうだな、なるけれども、うん、失点は1ということでね、そうだね。でまあ伊藤が2回3分の1で5失点という、これは第5さんだったでしょうね。まあ第5さん、まあ3回途中でっていうね、まあそうだな、うん、まあ伊藤は勝たなきゃいけないピッチャーだからね、うんうんうん、で2試合目、はい、6対5、うん、ヤクルトねえ、これ、うん、結局1点差はいやびっくりしたけどね、うん、まあ、はい、4回大山のツーランホームラン、うん、ツーランホームラン2点いけないの先制、6回のは梅野がタイムリー、うん、梅ちゃんね、うん、で7回にはまた大山がタイムリー、うん、8回は糸原の内野ゴロの間に1点、うん、これね打点つけてあげなきゃダメだよ。何？いや糸原にまあもうオセナが弾いたんだけど、うん、これ打点がついてないんだよね、うん、オセナ取ったって、うん、どこにも投げれなかったんだよ、うん、だからこれね本当にね打点つきじゃないっていう風に、うん、なってたけど、うん、糸原に打点つけてあげてほしいな。なんで打点つきじゃなくなっちゃうの？わかんない、それは公式記録員の見た感じだから。
あこれは打点つけないみたいな。でも見た感じでつけてあげてって感じなんですよ。いやそう俺はね、うん、なんでしょうね、はい、それでね、うん、まあヤクルトはあの8回まで1点取ってるんだけど、で5対1でリード、そうそう8回裏ね、ね、うん、あそしたらさあと2イニングだったら、まあ、阪神の投手陣だったら逃げ切るなっていうふうに思ってたの、はい、でそしたら西川ワンアウトから、うん、フォアボール、はい、もうこの時にピッチャーは桐敷投手、そう桐敷、うん、ね、で宮本がヒット、うん、うまく打ったなセンターに、うん、うん、でオスナがセカンドフライで、はい、まあ2アウトになるんだよね、うん、あまあこの回はまあなもう2アウトになったからあとワンアウトだなと思ってたの、うん、で2アウト1、2塁から村上がタイムリー、はい、これがね振り回さないんだよ、軽打でセンターに持ってくんだよ、うん、うん、だから実にうまいタイムリーを打ったなと思って、うん、でも2アウト1、2塁、はい、でサンタナの時に、うん、桐敷に変えて、うん、漆原、そしたらわざわざサンタナにフォアボールという、うん、満塁、はい満塁、うん、まあ、この回だけでも2つのフォアボールね、はい、はい、で2アウト満塁、はい、長岡が走者一掃のセンターオーバータイムリー2塁だ、うん、この日もね、この日もっていうかこの日は神宮でもめちゃくちゃ風が強かった、うん、もうね吹き荒れてた、いや関東ね、うん、すごかったですよ、もうここからで大山の、うん、なんていうのツーランホームラン先生も、うん、右に持って行ってんだけど右中間に、うん、あれこれで入ったのみたいな感じだったんだ、うん、風に助けられてるんだけどみんな、はい、だけどそれを利用したね、うん、やっぱ長岡のバッティングっていうのすごかったなと思って、なるほど、で、タイムリー2塁打で2アウト2塁、5対5になってるんですよね、5対5になってて同点なんだよ、で、ね、で松本がレフトにタイムリーヒット、タイムリー、あタイムリーじゃない、タイムリーにならなかった、ならなかったね、はい、うん、チャンスを広げた、うん、で2アウト1、3塁、そう、そしたら阪神ベンチは漆原から岩崎に変える、そうで、バッター竹岡なんだよ、もうこれたまらなくなってますね、だから左に持ってた俺ここでちょっと不思議だったのは、うん、山田が残ってるよって思ったんだよ、うん、なんで、あのえだから左対左に持ってきてるわけでしょ、うん、竹岡を、はい、竹岡と漆原との勝負はなかったかなと思ってさ、うん、で矢崎を持ってきたら、これもう阪神ベンチからするといても立ってもいられない状況でしょうね、でもここにからくりがあるんだよ後で話すけどいやそれで、うん、山田がタイムリー打つんだよ、で勝ち越し、うん、で9回、うん、ヤクルトは大西から持ってくるんだよね、田口じゃないんだよ、うん、で森下やっぱ右から始まるから、うん、大西を持ってきたのかなと思って、はい、で森下ヒット、うん、大山が643のダブルプレー、はい、うわーと思ったら、うん、前側に対して田口を持ってくるんだよ、はい、そしたら四球フォアボール、うん、でダイソー上田、うん、トテルがレフトオーバーのツーベース、うん、ねえまあツーベースというかレフトオーバー、うん、上田が回ったサード回ってホームでアウトと、うん、これもね並木がレフトに入ってんだよ、うん、細かったなクッションの取り方、もうあれですよね、この回始まる時に守備交代がライト、レフトってこうありましたもんね、そうサンタナに変えてダイソーが送られてるんだよ、うん、長岡の二塁打で帰ってきた時に、うん、一塁ランナーだったんだよね、そうそうそう、まあ、そのままレフトに入って、うん、うまかったなあ、ここら辺もなあ並木を入れといてよかったしなあね、いや見事な中継プレーだったよ、これは走塁死してしまった上田選手は別に攻められない、これもう攻められないし走る場面、うん、でサードコーチはもう攻められない、攻められないよ、ね、うんうん、もう本当にねちょっとそれたらセーフだもん、うん、だからここはねやっぱもう勝負するしかなかったよ、なるほど、うん、だからこれだけ風が吹き荒れてて、うん、やっぱ送球も難しいんだよね、うん、うん、その中で見事な中継プレーだったけども、うん、阪神ベンチ岡田監督が怒ってたのが、うん、ゲラを行きたいんだけどなんでゲラが用意してないんだと、用意してないブルペンで、はい、なるほど、ね、
なんで？だから8回、で、キリシキ、9回、ゲラで行きたかったらしいんだよ。はいはい。で、ゲラをもう早めに投入しようと思ったら、やってないという。もうそれはなんで？ 9 回に準備しようと。いや、だからもうチームの状況見たら、準備させるでしょ。うん、させてなかったらしいよ。これは誰のミス？判断ミス？まあブルペンのコーチかもかな、これは。かそのなんていうのベンチにいる投手コーチとブルペンにいる投手コーチの伝達の行き違いとか。まあ行き違いというか伝達してなかったというかさ。まあ、こんなに変えるとは思ってなかったと思うんだけど、まあね、ピッチングコーチも、まあ、いやそれとやっぱ4点差あったでしょ。いやだから。少し高をくくってた部分もあるよね。いやありますね。で神宮でやるとねブルペンがもう外にあるからすぐ見えるんだよね、うん、準備してるかしてないかっていうの、うん、やっぱり用意周到でやっぱしとかないといかんな、うん、だからこういう試合を落としてるともう阪神はちょっと苦しくなるし、うん、ちょっと阪神らしからぬというかさ、うん、そういう負けだったな。もう8回にねこう投手のこう投入の仕方も結構バタバタしてる感じは伝わってきましたしね。そうだな。だから俺はね山田残ってるのは分かってたと思うんだよね、うん、だけどピッチャーを変えざるを得なかったと思うんだよな、うん、だからそこら辺がやっぱ考えてることを指揮官が考えてる通りにできなかったっていうのがやっぱ同じ一杯でも結構な一杯になるよ。ショックな、うん、出来事だったと思うわ。なるほど、はい、そういったことがね、まあ、そういうことがあったんだよね。実はありましたと、実はあったと、うん、まあそういうことです。はい、はい、まあ、阪神頑張らないとね。なんかねちょっとねせっかくの勢いが今回ちょっと、うん、でもヤクルトは本当にね状態は良くなってきてる、うんうん、はい、このまま続けてほしいと思います。はい、はい、最後ね、うん、セ・リーグ中日対 DeNA、 はい、高橋宏と大野松は、うん、ねえー、DeNA はジャクソン、東、ケイ、はい、ね、うん、はい、1試合目5対1、DeNA、まあ、ジャクソンが見事だったね、これ最近いいですよね、まあ、本当に、うん、本当にボールに力あるしさ、うん、緩急もつけられるしさ、うんうん、なかなかやっぱこう打ち崩すっていうのは難しいと思うよ。なんでしょう、最初すごくいい印象できて、ちょっと途中、まあ、バタバタした時があって、うん、途中はねやっぱコントロールがねちょっと悪かったな。それはなんか克服したっていう感じ、まあ、それか調子、まあ、例えば、うん、その100でいくところを8割9割にして、うん、コントロール重視にしたという。なるほどなるほど。それでも十分抑えられるっていうのが分かったかも分かる、ね、なるほど。だから7回97球、はい、3安打8三振1四球の1失点という、うん、でねこの試合まあ、ジャクソンの点を1点取られてるわけだけども、うん、2番手で投げた佐々木千早、はい、2回を28球パーフェクト、うん、3三振で抑えてるんだよ ね、 ね、だからいい時の佐々木千早にちょっと戻りつつあるなと思ってさ。なるほど。ロッテ時代も非常に運を持ってて、うん、はい、佐々木が投げるとひっくり返したりだとかさ、まあ、ピシッと抑えたりだとかさ、うん、まあ、そういう運を持ってるピッチャーなんだよね、こういう、はい、このピッチャーって、うん、いやだからこのパーフェクトに抑えてくれたっていうのが、うん、今後に生きるかなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、で高橋宏斗、うん、このピッチャー負けちゃいけないと思ってたんだけど、うん、負けた ね、 ねえ。で6回75球7安打3三振の4失点、うん、でね4回には佐野のタイムリー、はい、まあ、佐野がねやっぱ筒香が入ってきた、うん、渡来が戻ってきて調子がいい、うん、桑原が調子が上がってきた、うん、そうなってくるとねもう打たないと出れないんだよね、なかなかね外野、そう争い、争いが厳しいから、ね、うん、まあだから必死に打ってる姿がねすごく美しいなっていうふうに思うのと、うん、ああよかったなと思ってね、うん、で5回は福永のエラー、うん、で京田のタイムリー、はい、福原の犠牲フライなどで、まあ、3点を取るという、はい、で都合4対0になるんだけども、うん、やっぱエラーが絡むとねどんないいピッチャーでもさやっぱこう苦しくなるよね、うん、でその流れが、まあ、失点につながるというね、うん、で7回は京田がソロホームランという、うん、で中日は3安打、
はい、ね、この日、まあ、打順を変えました、うん、福永1番、細川3番、カリステ4番という ね、 ね、うん、カリステ選手4番にね、まあね、信頼してきたね、まあ、まあいいんだけど、いや、ね、変えるのはいいんだけどさ、続けてほしいなと思ってね。ああ、コロコロしないで。そう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 、うん、だから福永の一番も全然悪くないと思うんだよ、うん、盗塁でも一番走ってるしね、うん、で細川が4番から3番になる、うん、まあ、少し、気持ちが軽くなるかなっていうのと、打順が多く回ってくるっていう3番ね、うん、まあ、まあそれもありかなと思って、うん、でもうカリステにかけたんだったらもうかけてほしいな。なるほど、はい。でこの日3安打の打ち上げは板山が2安打、田中の1安打という、ね、まあ、この2人っていうのはやっぱコンスタントにこうやってくれるなっていうの感じがするね、うん、はい、ね、まあだけど高橋宏とか負けると苦しいぞって中日はね、うん、はい、はいはい、2試合目は5対1東、はい、東じゃない DeNA ね、はい、まあこれはね、うん、大野と東、これは先発投手の差が出たわ。なるほど、うん、まあ、久しぶりの大野、5回、62球、7安打、三振、まあ、フォアボールもデッドボールもないんだけども5失点というね、うん、で東、7回、99球、6安打、7三振、1四球の1失点、うん、ね、で大野はさ、やっぱこう基本的に向かっていくピッチャーだからね、うんうん、でフォアボールとかもすごくキラーピッチャーだし、どんどん向かっていく、それを返り討ちにされたという、まあ、試合だよね、うん、まあ、初回牧がツーランホームランで先制、はい、4回には、その牧がまたソロホームラン、素晴らしいホームランだったけども ね、 ね、で5回には桑原がツーランホームランで、バンテリンで、全得点がホームランによるものっていうのは、うん、中日にとっては痛いよ。ホームランがね、3本も出たなんてで5点取られてるわけでしょ。そうそう、だからこういう試合ってなかなかできないんだよね、バンテリンではね、広いしね、それでね、だからなんていうのかな、まあ中日の投手陣はいいからバンテリンをバックにね投げてて、なかなかホームランを打たれないから好投すると、だから接戦になるっていうふうに言われてるんだけど、こういう試合を作るとやっぱ不安になるね、うん、で中日はまあ初回のカリステのタイムリーだけという、うん、8安打をね打つんだけどもつながりがないというね、うん、うん、まあカリステがね4番で動き出したなという感じがあるからまだね、いいけど、ただその大野が、はい、そうだな、フォアボールなし、デッドボールなし、うん、5失点、まあ、向かっていくのはいいけど、もう少しかわせたらいいなっていうふうには思うけどな、で、東も全然調子は良くないんだよ、はい、まあ、だけど、やっぱこう、かわす実を持ってるというかさ、まあ、大野の方が年上なんだけども、はい、なんか、術をこう、東の方がなんか持ってるなっていうテクニックをね、なるほど、だから非常にこう調子が悪くても投げてくれるというね、うん、まあ、東を見ました。はい、はい、で3試合目、はい、はい、3対0中日、うん、ね、これはねチャンスをね先に作ったのは、うん、DeNA、はい、で、まあ、試合の流れ、1試合目から5対1、5対1って、うん、DeNA が勝ってる。で2回にワンアウト満塁、うん、桑原渡来で点にならなかったんだよね、はい、まあ桑原が犠牲フライで先制しておいてくれれば、まあ3対0で負けるっていうことはなかったと思うんだけども、うん、これね K にねフォアボール出してんだよねピッチャーの、うん、だからねピッチャーの心理って松葉、はい、やっぱしまったと思うと思うんだよ。で満塁にしてるしさ、で桑原が犠牲フライでも失点する場面で、うん、まあ、桑原がちょっと打ち損じたんだよね。で渡来が返さなかったという、そこを乗り切って、まあ、松葉も落ち着いていったというね、はい、だからここで1点取ってるとチームの状況を考えると全然違った展開になったなっていう、もう精神的なダメージが、ね、そうだね、すごくありますよね、うん、だから DeNA が優勝するにはそういうところの嗅覚、うん、ここは絶対って思えるようになってほしいな、うん、
まあ桑原も思ってたと思うんだけどもね、思ってることが結果につながるようになればいいですね。まあそうだな、はい、で7回、はい、中日の攻撃、うん、木下ヒット、うん、で2アウトから繋いだんだよね、はい、で1・3塁、うん、そして初球を、福永が盗塁、うん、初球に盗塁、はい、だから福永を1番にした良さが出たね、ここでね、うん、で2・3塁から田中がタイムリーね、ね、やっぱ見事だね、うん、で、まあ、2点を取り、はい、で細川を申告敬遠気味、うん、うん、まあ申告敬遠かですね、はい、はい、でカリステタイムリーで3点を取るというね、うん、だからまあ組み替えた打線、これが3試合目にやっと機能 してきたかなという。そうですね、うん、だからやっぱ慣れっていうのも大事だし、うんうん、だから今日は本当にいい勝ち方ができたと思うんだよね、うん、こう我慢しながら我慢しながら、うん、でチャンスだって言った時に一気にもう奇襲もかけたりだとか、まあ、盗塁をかけたりだとか、うん、そういうしながら一気に3点を取れたっていう、うん、これはやっぱ打順を変えた効果が出たと思うんだよ。なるほど、うん、まあ、福永を一番にしてもう走れるようなポジションで打順で使ったというね、うん、で2番の田中が期待に応えたみたいな、で細川を敬遠したらカリステがいてくれた。だから非常にこれからだよね、我慢したら、うん、いい打順になるかもわからないし、我慢してほしいなっていうふうに思うね。ということは、まあしばらくこれで変えないで行ってほしいけどなっていうのがね、豊さんの思いね、うん、まあまあでもね、2試合負けてもここら辺の上位は変えなかったから、うん、だからもうこれで腹くくっていくんじゃないかなっていうの気がするよね、うん、ある程度まではね、うん、でまたこれでちょっと調子が悪い時が出た時も看板してほしいんでしょ、まあ、そうだね、豊さんは。そうだね、でそこであれって思って、うん、なんかならない方がいい、まあ、いいかなって思ってる、うん、はい、ただカリステと細川を変えてもありだけどね、うん、カリステ選手は3番ということね。そうそう、うん、細川を4番でもいいということだけどね、うんうん、はい、はい、ということでそういうセリーグでした。はい、はい、続きましてパリーグ、うん、と心配なチームが出てきました。そうなんですよ、はい、はい、パリーグ日本ハムとソフトバンクはソフトバンクの3連勝、はい、ロッテオリックスはロッテが2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天西武が西武の2勝1敗の勝ち越しということになりました、はいはい、気になるチームがいくつかあるよ。2つほど、はい、まあ、まずは日本ハムがソフトバンクからね。日本ハム、あ、うん、3立てを食らう、もう5連敗ということでね、これでね、どうしちゃったんでしょうか、うん、で貯金がなくなったねえ、もう最初から言うとさ、うん、うん、で日本ハムは山崎福也、伊藤、加藤、うん、ね、この3枚でね、一つも勝てなかったっていうのも痛いし、ちょっとね、うん、ソフトバンクの方はスチュワート、ジュニア、うん、オーツ、モイネロ、うん、ね、1試合目5対1、はい、これね、スチュワート・ジュニアが本物になってきたね。うん、出てきた。あ、158キロぐらい投げて、うん、やっぱボールも生きてるなっていうの感じがしたんだけど、うん、7回、107球、6安打、13奪三振、うん、まあ、2四球の1失点、はい、で、一方、うん、山崎福也、うん、5回、82球、5安打、4三振、うん、1四球の5失点というね。これね、数字だけ見ると5失点ってなんでっていうような、まあそうだね、うん、これはねちょっと今からこう話をしていくけども、うん、まあ2回近藤マルティネスのホームランで1対1ね、うん、2回の表裏で、はい、近藤マルティネスがホームランを、うん、ソロホームランを打ち合って1対1、はい、で3回、うん、2つのエラーが絡みソフトバンクが2点取るんだよ、はい、で5回ゲッツーが取れず失点、はい、トスが高いんだよね、うん、打ち取ってるけど守ってくれないから、うん、それは点になってくる。なるほど。で新庄監督が怒りました、うん、多分、うん、二遊間をそっくり変えた。なるほど。まあ変えれる余裕が出てきてるんだけども、すごいね、二遊間変えれないね。そうそう、もうね2つゲッツーを取ったけど何ちことないのに、あのね、トスがねちょっと高いんだよ、だからこう早急にね難を来たすんだよ、うん、腰が伸びちゃうから、はい、高いトスになると、はい、だからそれが2回ほどあった、ショートもセカンドも、うん、だからもう送球が乱れてね、いい球がいかないという。
だから打たして取るピッチャー山崎福也がね、うん、でそれを守ってくれないとさ、それはもう投球にもならないし、うん、ちょっと勝てる試合は作れていかないね、うんうん、これはやっぱ守備のそういったポイントが試合にも左右してるっていうところですか。よく頑張ってたんだけどね、日本ハムはね、今年守備も、うん、そうですよね、うん、だけどやっぱ水野の怪我っていうのが痛いなと思ってさ、じわじわっと何か影響が効いてるな、ちょっと聞き出してきてるな、うん、まあ、それによって、まあ、今までショートセカンドで落ち着いてた人間をショートに回さなきゃいけなかったりだとか、まあ、いろいろするからちょっとボディーブローのように効いてるっちゃ効いてる。あれですね、多分バランスとかそういったところで影響が出てきたりとかするんですかね、まあ、そうだな、チーム全体の、まあ、そうだな、うん、だからソフトバンクはもう普通にやっててさ、うん、相手がミスしてくれるから点が入ってくるんだよね、うん、ただチャンスの作り方も見事だけどね、うん、まあ、常にチャンスを作ってるっていうかさ、うん、まあ、そんな感じがするよね、うん、だからスチュワート・ジュニア1失点、山崎福也5失点という ね、まあ、そういう試合でした、はい、で2試合目は7対1、うん、ソフトバンク、うん、大津、ね、先発ピッチャー、はい、7回103球5安打8三振、うん、無四球1失点というね、うん、で対する伊藤大海、うん、ね、日本のエース、そう、6回103球8安打8三振、1四球1デッドボールの7失点という、うんうん、これも7失点というのはまたね、そうだな、まあソフトバンクは4回5回に3点ずつ取り勝負を決めるんだよ、うん、でソフトバンクはね隙がないんだよね攻撃に、うん、で日本ハムの方は間に合わないのに投げてバッターランナーをとかを進塁させるんだよ、うん、無駄な塁をやるという、うん、でツーアウトを取りながらツーアウトランナーなしから、うん、フォアボールね、うん、フォアボール絡みで近藤にスリーラン打たれるとか、うん、なんかね点の取られ方が悪すぎるんだよね。なるほど。逆に言えばソフトバンクはダメージを与えていくんだよ、うん、もらったその向こうのミスで、うんうん、それで仕上げるという、うんうん、いやだからねこれはねちょっと日本ハムの野球のリズムが悪いなと思ってさ、うん、やっぱ守れなくなってるね、うん、今まではあの守れてたんだけど、はい、守れなくなってる、うん、これはさっき言った水野選手の怪我の影響もあるし、うんうん、あとはやっぱこうまあ疲労って言ってもな、そんなのみんながしてるからね疲労はね、うん、だからまあスタミナかな、うん、スタミナがないのかな、うん、なんかそんな感じがするよね、うん、ね、多分この数年のうちの中では今年、うん、今シーズンっていうのはねチームの場所順位的にも違ったところにいたら、はいはい、追われてるとまたそれが結構疲れになるっていう話を高橋さん、まあ、確かにあるけどよくしてたからそういうのもあるんですかね、うん、ただやっぱこう焦りもあるんだろうなと思うよ、うんうんうん、でも先発ピッチャーがやっぱこう1試合目は5失点、うん、まあ、伊藤は7失点ということで、うん、まあ、やっぱこうエース級2人がゲームを作れないっていうのがちょっと致命的かなっていうふうには思うけどね今の状況はね、はい、うん、で3試合目は、10対3でソフトバンク、ね、まあ、モイネの6回100球5安打7三振、うん、3四球の無失点、うん、だからもうとにかく先発ピッチャーが、うん、失点したのはこの3人先発ピッチャー、うん、2点だけだもんね挙げたのは、うんうんうん、ソフトバンクね、ソフトバンクはね、うん、で一方加藤5回3分の2、はい、98球8安打7三振2四球の2失点、うん、まあでもいいじゃないかと思うけど、いやもう少し長く投げてほしいよな、ね、まだここでもう98球っていうのも
まあまあですか。何が誤解。いやちょっと球数も多いし、ね、やっぱ苦労はしてるよね、うん、で満塁の場面で、まあ、1、2、3のダブルプレーとかいろいろ取ってたけど、うん、やっぱ満塁を作られるとかさ、うん、で5回3分の2しか投げれないっていうのは、うん、ちょっとやっぱ誤算ちゃ誤算だよね。で、そのツケがやっぱ杉浦に回ってくるんだよね、うん、で杉浦が4失点という、まあ、非常に誤算という ね、 ね、うん、でソフトバンクの方はこの試合全部、うん、まあこの3試合全部先制していくんだよ、うん、で4回栗原が先制ホームランね、はい、で6回に天咲がタイムリーヒットという、うん、だからやっぱこう主導権を必ず、うん、取っていくというね、うん、ソフトバンクは、うん、でまあ今日の試合では17安打、うん、10点というね、うん、だからまあ3点はオスナがね調整登板で投げてきて、うん、まあ、3点を取るんだけども、うんうん、まあそんなね、そんなねもう9回に取ったってしょうがないよね3点、うん、まあ明日につながるって言ってもねちょっと怒っちゃってつながらないっていうふうに言っとくけど、うん、やっぱ立て直さないかんな一旦リセットじゃないですけど、まあ、ちょっとね本当にね気持ちをリセットする、うん、でこっからまたスタートだっていう気持ちに置き換える、うんうん、まあこれはね新庄監督うまいと思うんだよ、うんうん、みんなの前で多分話すと思うし、うんうんうん、いや当然こうなるよって、うんうん、ねそれは守れないんだから、うん、こうなるし、うん、打てないんだったらこうなるし、うん、じゃあどうすればいいのかっていや一生懸命守ろうよって、うん、いや守ってるんだろうけどもはい、でもう一つ、気持ちを注意しながらみたいなね、うんうん守ろうよっていうようなことだよね、まあ、それしか言いようがないと思うんだけどもさ、うん、でもやっぱこう日本ハムこのままずるずるいってほしくないな。ここが日本ハムの今シーズン通しての山場かもしれない、ね、そうだな、あ本当にね、ここをどう乗り越えるかで、そうだな、シーズンが決まるかもから、うん、だから踏ん張りどころっては言ってたんだけどね、うん、ソフトバンクに当たる前、次がロッテですか。そうなんだよ、踏ん張りどころ。ここが本当でロッテちょっと調子が上がってきてるね。そうなんですよね。はい、行きますよ。じゃあロッテオリックス、はい、オリックスも状態いいと思ったんだけどな、うん、で、まあロッテは小島、棚市、石川、うん、まあ石川はね、うん、まあ復活登板ということでね、うんうんうん、2022年8月以来の登板ということで2年ぶり。そうだ ね、 ね、 ね、600何日だったかな、うんうん、でオリックスはスピノーザ、田島、山下俊平太、はい、ね、うん、1試合目コーコールドで、まあ、7回で打ち切りになるんだけども、はい、小島森のタイムリーで、まあ、先制されるけども、うん、あこれ圧巻だったね。1回ワンアウトから、うん、まあピンチを招いてるんだけども、はい、2、3塁でワンアウト2、3塁から、うん、これは小島ね、うんうん、ソフトバンクの攻撃、オリックスの攻撃の時に、はい、うん、そっから5者連続取るんだよ、うん、ね、うん、2人を三振に1回2人を三振に取りワンアウト2、3塁を点をやらないんだよね、はい、でその2回、うん、表、はい、杉本、茶野、山足から全員見逃しの三振を取るんだよ。ねえ、いや見事だったねこれはね。全部見逃しってね、うん、で雨が降っててね、うんうん、まあバッターの集中力もなかったっては思うけど、うん、ただ小島は逆に集中力マックスだったね。なるほど、ああいいピッチングだったわ。どちらかというとね、雨だとピッチャー投げにくいとかね、あるんだけど、やすいですけどね、うん、その裏、うん、そのピッチングに応えます、はい、外、佐藤が連打、うん、ノーアウト1、2塁、うん、これね、上田をどうするかなと思ったんだよ、はい、上田に送らすかなと思ったら強攻に行ったんだよね、うん、まあバントかなみたいな思ったら強攻で、うん、まあライト線の2塁打で、タイムリーを放つ、はい、で高部も続いて、うん、犠牲フライなども絡めて4点を一気に取ってくれるんだよ、この回ね、うん、はい、で4対3、まあ、3点は取られるんだけども、はい、結局、まあ、結局7回でね、高校のもうどっしゃんぶりんだもん。もうオリックスとしてはね、1点差でここで高校の残念っていう気持ちだったでしょうけどね。いやでも
攻撃中だったしな、中島監督怒ってたよなんでだって。でもあの雨じゃできない、少し待っても難しかったですかね。いやそれも難しいな、でこの試合で藤原が戻ってきた、はい、ね、どうしてたんでしょうねって話を最近してたところだったよね。あの膝のね、骨折があって、うん、そろそろかなっていう話をしてて、そうそうそうな、うん、で1安打、まあ、今季初ヒットを打ち、はい、まあ、そのライトに入って頭上を襲うボールを取ってファインプレーもしてたというね、うん、だから非常に元気な姿を見せてくれたという。じゃあもうあれかな、その心配はない、もう心配ないね、うん、はい、はい、ということでロッテにとってはまた一ついいニュースですかね。はい、はい、で2試合目、うん、5対3、オリックス、はい、うん、でこの試合ロッテ藤岡がまあ4ゲームぶりのスタメンに戻ってくるんだよね、うん、で1回先制のツーラン、これ見事だった、なんで休んでたのみたいな何してたのみたいな、そのぐらい見事なホームランだったんだよね、うん、で3回、うん、ノーアウト一塁からセカンドゴロをこうゲッツーを焦って、うん、まあ、藤岡が、はい、ね、うん、セーフにしちゃうんだよ、うんうん、でまあエラーがついたんだけどさ、うん、その後西川、はい、紅林、頓宮がタイムリーで3点を取られて逆転されるという、うん、自分が打って自分のエラーで逆転されるというね、なんか複雑ですね。まあ本当だねでこの試合はね、頓宮、うん、打つのも打ったり、はい、こう守りがすごかった。おう、こう守りがね、ジャンプ一番取ったり横飛びでボールを抑えたりだとか、うん、まあ非常に守備もね見事だったね、頓宮がね、うん、まあなんか頓宮のキレが戻ってきたのかなっていうような、まあ、そんな感じがするし、で西川が、まあ、先ほどね、はい、タイムリーを打ったって、うん、やっぱ西川が打つと打線がつながるね、うん、うん、まあ非常にそれは感じた。なるほど、はい、はい、でワンアウト2、3塁ね、3塁から1塁ゴロで、ロッテの攻撃だこれね、うん、まあ頓宮がファインプレーした後だよ、はい、だけどピンチになるんだよ、うん、ワンアウト2、3塁、はい、3塁ランナー1塁ゴロでスタートせず、うん、でベースを踏まれて、ホームに投げられるんだよね、うんうんうん、でこの時2、3塁でセカンドランナーはスタートしてるんだよ、はい、でも佐藤俊也がスタートしないからさ、うん、飛び出した形になったんだよね、うん、なるほど。で慌てて佐藤がホームに突っ込んでくるんだよ、そしたらもう投げられてタッチアウトという、うんうん、これはだからまあちょっとちぐはぐだったな、この走塁はね、うんうんうん、なるほど。まあしかし、うん、ペルドモがね、うん、外に同点ホームランを打たれる、はい、9回に、うん、外のね試合の後半に打つホームランって見事だな。多いですよね。いや軽打するんだよ、 それが入るんだよ、やっぱ力があるんだよ。なんか最近なんかさりげなくホームラン打って同点とか、そうだね、さりげなくなんかね打ってますよね。あ、これ8回だな、外だね、ホームラン打つの。そうそう、8回の最初の打者で、うんうねうん、で同点だった。そうで、その後フォアボールのランナーをまあノーアウト一塁から中村がバントを送る、バントをするんだけどさ、そうゲッツー食らうんだよね、ダブルプレーで。まあペルドモは非常にね、あのいいフィールディングしたんだけど、うん、やっぱこう外がね流れをもう引き込んできたわけだな、はい、だからここら辺でやっぱしっかりバントが決まっとけば勝ち越せたかなっていう感じがするんだけど、うん、これバント失敗したばっかりに、まあ10回、うん、ピッチャー左の鈴木、うん、ね、自責がまいまだ 0.00 のピッチャーから、はい、代打杉本が一塁ランナーを置いて、うん、決勝のツーランホームランを放つというね、もう代打の最高の仕事をしました、ね、そうだな杉本がやっぱこうやって帰ってくるとでかいけど ね、うん、まだ代打っていうことなんで、うんうん、まあ戦列でずっと使われるとね、まあ怖いバッターだけにね。本当ですね、うん、
まあそういうことです、まあ、ロッテはちょっともったいなかったな、あの走塁が。ああね、ワンアウト二三塁から一塁ぐらいで突っ込んどけばいいのに、ね、突っ込めなかった分だけ、うん、セカンドランナーが、まあセカンドランナーがあれだけの動きするっていうのはギャンブルスタートが出てて、うん、足が多分動かなかったんだと思うよ、うん、まあ、ああいうところきっちりできるとね、ロッテがね、ロッテは非常に選手も揃ってきてるし、うん、いい感じで来てるだけにね。なるほど、はい、で3試合目、はい、7対0、うん、ねえ、ね、これはねちょっといろんな感動がありました。これはこの日はもう本当風がすごいのと、うん、雨も落ちてましたかね。まあそうだ ね、ここはね雨が14メートルかな、一番強い時で。雨が14メートル、風が14メートルもうで大きかったのが、ねうん、まあ、初回ツーアウト満塁から上田がね、はい、2点タイムリーヒットを打ってくれた、うん、あの山下俊平太のまっすぐ捉えたんだよ、はい、で3回にはワンアウト1・3塁から、うん、田村が犠牲フライ、うん、これもねうまく打ってんな、まっすぐを。なるほど。でも158キロぐらいあるんだよ球が、ね、でもそれをねやっぱ食らいついていったっていうのは見事だったね、うん、でロッテは6回には藤原が今季初タイムリー3番に今入ってるんだけど、うん、まあ、タイムリーが出たということでね、うんうんうん、それで7回、はい、ワンアウト1・3塁から岡がツーベース、うん、ね、タイムリー、はい、これがなんとこのツーベースは8試合連続の2塁打という、これ歴史に残るというね、うん、これは日本記録なんだよね、プロ野球新記録だそうですよ、はい、今までは7試合だったんだけども、うん、ヘッドコーチの金子コーチがね、うんうん、持ってた記録を、同じチームの岡が抜いたというね。二塁打を8試合ってなかなか、いやなかなかないと思うよね。まあなかなかないと思うけど岡やるなと思って。やっぱ足の速さと、うん、もうコンスタントにヒットを打つということ。まあそうだね。いろんなことがないとね、8試合もツーベース打ち続けられないですよね。うん、あとはね、やっぱり1番に入ってすごく積極的だな。うん、とにかく振っていくよ。だからそれが功を奏してるというね。なるほど。まあ日本記録おめでとうございます。本当にね。ありがとうございます。はい。二塁打打とうというふうに思ってなくて取る。そうだね。記録ってすごいですよね。うん、で記録のことは知ってたって言ってたね。あのこれ打ったらここで打ったらみたいな。そう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 。じゃあ達成しちゃったから次どんな気持ちなんでしょうね。ね、打った打席の時に吉井監督は冗談で。バントさせようかって金子コーチに言ったらしいまあそれはね絶対ないと思うけど、ね、さあこの試合で石川戻ってきましたよ、うん、先ほどちょっと触れましたね、2022年、うん、ね、8月に登板して以来、うん、ね、勝ちがついて以来かこの8月はね、うんうん、勝ち投手になった、うん、ね、石川が5回75球3安打、うん、3三振3四球の無失点という、ね、これね前と違うのは、うん、すごく緩急の使い方が違うなって思ったね。良くなったってこと、うん、大きな変化を、まあ風があったから意識してそれをやったのかもわからないけど今日、うん、だからすごくなんか緩急の付け方が上手くなって帰ってきたなっていうような感じがした。で球のスピード勢いっていうのはそれはやっぱいい時と比べるっていうか前から比べるとそんなにはなかったと思うんだけど、でも要所締めるボールっていうのはやっぱ迫力を感じたね。うん、あ、やっぱいいピッチャーだなーって思わせてくれた。うん、まあこれからね、まあ明日どういう風なね肩の張りになってるかちょっと心配だけども、うん、まあまあでも安定的に投げてくれるとすごくロッテにとっては助かるピッチャーだ ね、 ね、それとね若手の見本になるわ、うん、あの投球の実が。なるほど、はい、うんうん、まあ、これからも頑張ってください。おめでとうございましたね。え、ね、一生おめでとうございます。はい、はい、で最後、うん、ね、楽天対西武、はい、ね、まあ、西武は3連勝までいったんだけど、うん、4連勝はできなかったという ね、 ね、で楽天は連敗を止めたというね、うんうん、楽天小蛇、はい、竹中藤井、うん、西武は今井隅田某高橋、はい、ね、初戦4対0、うん、
ね、今井8回124球7安打8三振2四球無失点、うんうん、でアブレイユと完封リレーという ね、 ね、はい、4回岸のタイムリーで先制、6回は外崎がツーランホームラン、うん、8回には山村のタイムリー、タイムリースリーベース、はい、これねやっぱ勝てるチームの点の取り方というかっていうのはどういうことかというと、うん、4回、6回、8回に点を取ってんだよね、それぞれじわじわとね、そうそう、で先制、中押し、ダメ押しって取れてんだよ、うん、だから良くなってきたなと思ってね、なるほど、うん、うん、だからまあ西武にもちょっと兆しが出てきたかなというね、うんうん、で楽天は、西武を上回るこう8安打も点にならずというね、辰巳が2安打、鈴木が1安打、小郷が2安打、これが1、2、3番なんだよ、うん、で9番に村林を入れてて村林が2安打打ってんだよね、うん、そしたら下位から上位につながってるはずなんだよ、うん、それなのに点にならないという、うん、ということは見てみると4番5番がノーヒットというね、なるほど、で打順もいろいろやっぱこう変えてんだよね、浅村4番に戻したと思ったら6番打ってるしさ、だからここら辺はやっぱりもうちょっと落ち着かせた方がいいかなっていうふうには思うね、うん、なるほど、はい、そうですよね、うん、なんかね打順とか固定でやっていけてるのが一番いいんですもんね、まあ交流戦ではね、うん、まあ状態が良かったということもあって、うん、まあ固定には行ったんだけども、まあ、それに戻したらどうなんだろうなっては思うけどね、俺なんかはね、はい、で2試合目、4対2西武、はい、隅田ね、隅田やっぱこういいね、うん、安定してるというか8回106球6安打8三振、1つのデッドボールの2失点というね、うん、でこれも8回まで投げてアブレイユに直結したという、うん、でセーブシチュエーションでセーブを上げたという、はい、ね、3回フォアボールをのランナー2人大きい、うん、まあ、岸のタイムリーなどで、はい、まあ、2点を先制、いやだから岸は4番に入ってから結構打ってくれてんね、なんかねポイントでちゃんと点を取ってるよね、まあ、そうだね、うん、2点先制、4回には古賀のタイムリー、7回には源田のソロホームランで4点目という、うん、分かるこれ、うん、1試合目と分かる似てるの、あ、なるほどね、うん、で3回に、2点、ね、4回には1点、7回にもソロホームランで1点と、うん、だからやっぱこう4点しか取れてはないんだけども、うん、やっぱ取り方が勝てる取り方をしてるというね、なるほど、まあ、そんな感じがするよ西武は、うんうんうん、で楽天は8回小郷のツーランで、まあ、2点を返すけども、うん、まあエラーとかあり、まあ、打順もまた変えて、うん、ちょっと流れが悪いなっていうような感じがするね、うん、まあ、楽天もね交流戦優勝しただけにね、みんなも期待してるし、ね、東北のファンというのも期待してるからね、そう、ちょっとやっぱ頑張らないとな、ね、交流戦明けはすごくいい感じでね、うん、来てましたけど、まあ、そうだね、うん、はい、はい、で3試合目、まあ、2対1楽天やっと止めました、はい、ね、で2回ツーアウト1、2塁、うん、源田の当たりは村林がねちょっとセカンドに投げるかちょっと迷ったんだよね、うん、で一塁に投げて内安打しちゃうんだよ、はい、で満塁から移籍後初松原がタイムリーヒットセンター前にようやくね、ようやくね、もう試合には出てたんですけどね、はい、うん、でなおもツーアウトなんで、はい、子供の当たりセンターに抜けるかなというのは今度は村林がダイビングしてファインプレーしたんだよね、うん、で、まあ、ピンチを防いだという、うん、で5回ツーアウト2塁、はい、村林が岸のあたりをファインプレー、うん、ね、ツーアウトには横飛びで取って一塁に刺した、ね、非常に素晴らしいプレーを見せてくれるよ、うん、はい、で3回、はい、で辰巳の犠牲フライで同点にする、うん、まあ、1点を先制してるんだよね、
松原もヒットでね、そうですね、はい、で同点になる、はい、辰巳の犠牲ぐらいで、はい、で7回黒川がヒット、ダイソー小深田、うん、盗塁ワイドピッチでランナーサード、まあ小郷を避けて1・3塁、ワンアウト1・3塁する、うん、はい、ね、でここで小郷がスタート、村林がこれラインエンドヒットなのかエンドランなのかちょっと分かりかねるけども、うん、走らせてることによってゲッツーを未然に防いで一塁ランナーが、サードランナーが帰ってきちゃうんだよね、うん、これが決勝点になるんだよ。なるほど、うん、やっぱねこの村林の走塁と、はい、あ走塁じゃない小郷の走塁と、うん、小深田の盗塁、うん、それと村林のファインプレー、はい、まあ、こういうのがゲームを勝ちに結びつけたかなというね、うん、まあそういうプレーだったんだけど、まあ圧倒的な違いは9回ダイソーの高松、はい、ね、が出てきてワンアウト2塁でショート正面のゴロを打つんだけど、これに飛び出してんだよね。あ、うん、飛び出してアウトになれる、うんうんうん、なっちゃったと、チャンスがなくなっちゃったという。なるほど。いやだから走塁の差っていうのもこの試合は出たかなというね、うん、やっぱ接戦でこういう飛び出しだとかやられるとちょっときつくなるな、うん、うん、まあそういう試合でした。はい、ね、でも西武は状態がこう一番良くなかったところからは上がってきたね、来てますかね、点の取り方がだいぶ良くなってきたかなっていうのと、うん、はい、やっぱこの3連戦もこのねセ・リーグもパ・リーグもなんだけど、うん、ホームランで決まるケースが非常に増えてきたね。そうですね、うんうん、だからやっぱりホームランは打たれないことに越したことはないけども、うん、なんかそういうので決まるケースが増えてきたなっていうのと、うん、まあ相変わらずエラーがね勝敗を決める時もあるし、うんうん、だからあともうこれで明日から7月、そう早いなって、ね、まあ、オールスターまでに、うん、やっぱどういう戦いを見せるかね、交流戦までにって言ってて、そうだね、あこうね、で交流戦でどうなるかって、そうだ、ね、次がやっぱオールスターね前後で、そうだね、いろいろあると思うのでね、はい、でねセ・リーグはねやっぱ阪神がちょっと心配だな、うん、この負け方っていうのはね、うん、次はどこで当たるんだっけ阪神が、よいしょ、次阪神は広島とマツダスタジアムで、そうだな、まあ、広島状態いいからね、うん、ね、うん、やっぱしぶといからね、まあ打てないけどね、うん、打てないけどやっぱ状態は非常に保ってるからね、ね、それとパ・リーグの方はやっぱ日本ハムだな、日本ハムロッテね、あ、うん、日本ハムとロッテの試合がやっぱこうどうなるかっていうのはね、うん、ちょっと今後こうパ・リーグを占っていく上では非常にポイントになるカードかもわかんないね。ね、はい、ソフトバンクと西武、楽天オリックスですね、はい、あとセ・リーグは、巨人と中日、はい、DeNA とヤクルトというようなカードになってます。 DeNA とヤクルトは打ち合いになりそうな感じがするけどな、しかも横浜スタジアムなんで、ね、まあなあって壮絶になるかわからないよ、うん、ね、まあいずれにしても、ね、まあ楽しみだし、まあオールスターまでにね、いろいろ思惑あって戦っていくだろうし、7月に入るし ね、うん、まあ頑張ってください。あと天気がねちょっとまだ地方球場での試合もポロポロあるので、うん、お天気がねなんとか持って、せっかくの地方球場だとね、まあやってあげたよね、ねえ、やりたいですよね、はい、まあ怪我がないようにね、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい。